はい。今もぐもぐタイム中のライスくんですが、なんとですね今夜なんですけれども、おそらくライスくんこれが一食目ではないかなと思います。というのもですね、なんだ、昨日の夕方に、オートフィーダーの、ね、中のキャットフードが空になってて、で、足さなきゃなと思って足したんですよ。そしたらなんかその後からこのオートフィーダーがなんかフードが落ちてなかったみたいで、うん、てっきりね、動いてるもんだと思ってたんですけど、どうもそのフードを入れた状態からその全くそのフードの山がね減ってないのを見ると、おそらくね出てなかったんじゃないかなと思います。で、今日ねやけにライスくんがね絡んでくるので、なんだろうなと思って、普段のニャーニャーじゃなくて、私が部屋から出ようとするとそれをねなんか阻止しようとしてニャーとかって泣くんですよな、何でしょうみたいなライス機嫌悪いなとは思ってたら、なんかフードがフードが出てなかったみたいで、ライス君はご飯にありつけていなかったようです。それにね先ほど気がついて今出してあげたんですけれども、はい、だからライス君にはちょっと申し訳ないことしたなみたいないや笑い事じゃないんだけどさ、笑い事じゃないんだけどね、ごめんねライス君、ライスという名前なのにご飯にありつけないという、なんとも皮肉なまあまあでもちょっと贅肉つきすぎてたからいいんじゃないね、いいんじゃない無心で食べてますねはい、多分ライスくんがうちに来てからね初めてじゃないかな、丸一日か、まあ、ほぼ24時間ぐらいですか、昨日の夕方から今までなんで、その間ねご飯にありつけなかったというのは初じゃないでしょうか、まあ、貴重な経験だったのかなしなくてもいい経験ですけどね、はい、まあ今後ねこのようなことがないようにちゃんとオートフィーダーの方はチェックしたいと思います。ゆっくり食べろよ、にゃっ、お腹いっぱい、ちょっと残すんだよないつも、ちょっと残すんだよね